いやー、刹那圭介だよ。箱庭の歌、パート48、48になりましたよ。箱庭の歌48やけんな。H2 やけん N、HNU48 や。HNU48 になりましたよ。48も続くなんか、誰が予想したことか。長かった。こんな感じ。感動的な BGM から始まります。僕はいつきに駆け寄って、抱き起こし、背中に背負った。こんな感じで前回のあらすじ、伊月を救出することが成功しました。最後さ、大野さんが綺麗にいいところ持っていったんよな、大野さん。おい、いいとこ取りの大野よ。いいとこ取りの大野、IDO やな。IDO、いいとこ取りの大野。IDO と呼ぼうかな、大野さんのこと。今度から。まあ、そんな感じで進んでいきます。ああ、そうっす。歩夢ならあいつの父さんが亡くなった場所で絵を描いてる。なんでそんなところで絵描いてんの、歩夢。ああ、自分の父が亡くなったところの絵を描きたいっていう、どうせならばそういうところで描きたいっていう気持ちがあるんか。なんで一瞬なんで一瞬大野さん出てきたん、歩夢。視聴者さん、 IDO なんかのアイドルのアンコールみたいな感じだったんで。あゆむえいづき、あゆむの絵に反応した。今までずっと黙っていたいづきがその言葉に反応を示した。やっぱり絵にあゆむが映画館ことにちょっと何かしらの心配があったんじゃな。行こうみんな。お、準備万端だぞ。ひらくも頑張ってついてきます。君はいいと思う。絶対伊月を助ける。涼介、先に行っててくれ。え、ちょっとバカ二人をと話したらすぐ私も追いかける。そのバカ二人っていうのはあの大野さんとクリスさんのお、OK コンビやな。 OK コンビ、 OK コンビ、 OK コンビ。なんか略し言葉がどんどん出てきてますよ今回。あ、はい、 IDO の OK コンビですよ。それから数十分、僕たちは大野さんに教えられた場所までやってきた。ここや。あ、前、で、こういうこのシーンを描いた絵出てきたな。もしかして歩夢のお父さん、あの絵描いた後に自殺したとかそういう話じゃないだろうな。朝日が昇る。島の東側にある崖。ここは歩夢のお父さんのがあの絵を描き、そして亡くなった場所だ。自分が絵描いた場所で亡くなろうと思ったってことがちょっとロマンチック？ロマンチックではないけど、なんか画家っぽいよな。自分の気に入った風景だったんかな。その一件があってから崖は先の方まで行けないようになっている。策はあるねこれ。絵の時にはなかったけど。アイエム絵描いてる。わ、なんか本当にプロの画家みたいな絵体勢で描いてる。はあ。柵の内側で登りかけた朝日が朝日に目を細めながら真剣な顔で絵を描き続けている歩夢の姿があった。てか時間朝なん、早朝なん。夜中の間に新世界で戦いよったことになるんやけど。へえ、すごいな。日付変わってしまっとるやん。機材の移動を手伝ってもらったのだろうか。歩夢のお母さんの姿もあった。お母さんも歩夢が絵描かんことに心配しとったんかもしれんな。きっと歩夢のお母さんからすれば歩夢の行動は何が何だか理解できないものだろう。おかしくなったのとすら思うかもしれない。朝から絵か、本当にプロみたいな感じでこの朝日を描こうとしてるあたり。けど歩夢のお父さんと同じ状況を絵にしたかったんだろうな、歩夢は。だから歩夢は必死に説得したのだと思う。うわ、何これ、歩夢が若干すごい人みたいに見えてくれ。ノーベル絵画賞みたいなのがあったら歩夢にあげたいです。筆を走らせる歩夢の姿を見るのは一体いつ頃だろう。僕たちはみんなで伊月を支えて歩夢のそばへと近づいていく。ほら伊月、見てごらん。わー、すごいや歩夢の絵。小さい子供に見てごらんって言うお父さんのごとく。ん？ぼーっとした顔つきのまま
どうにか伊月は頭を上げ、歩の姿をその目に捉えた。何かを悟った歩であった。何よ、うん、ビスタチオ出てくるよ。何よ、ビスタチオ出てくるよ。何も見ていなかった。その目に。あれ潤い戻ってきた？何も感じていなかったような、その目に。歩が涙。涙の滝ができとる。歩が絵を。次第に光が宿り。歩が絵を描いてる。バラバラと涙が流れ始める。歩が絵を描いてる。ずっと絵を描き続けていた歩は、ようやくイスから立ち上がって、こっちに振り返った。朝日を背にした歩のその表情は分かりにくい。でも、その目は潤んでいるように見えた。おう。イズキ。うん。イズキ、まだ俺さ、この絵描いてる途中なんだ。まだ、全然。完成までたどり着いてない。イーゼルに置かれた絵は、いつか本拠地の2階で見た未完成の海の絵。でもさ、イズキ、俺絶対この絵を完成させるから。必ず完成させるから。敵に取り憑かれているはずなのに、イズキはそっと穏やかな、穏やかに笑みを浮かべた。うん、頑張って。ひよこ、今わかってます。心が出てきた。ひよこはぎゅっと目をつむり、その瞬間に体が光を放出し始めた。体が光を放出し始めたって何なんだ。ドラゴンボールか。ベジータの自爆の攻撃か、魔人ブーとの戦いの時に出した自爆攻撃か。生み出される光はとても綺麗で、その光に照らされた伊月は、本当に小鳥ちゃん何者やねんって感じになってきたよ。あ、小さな悲鳴を上げて身をのけそる。伊豆ねえ、おいおい、大丈夫なのかよ。スーパーサイヤ人ひよこちゃん、いつか金髪になるんだろうか。大丈夫だよ、ひよこを信じよう。今のやってさ、クリリンが悟空を信じようっていうような感覚だったぞ。そうじゃな。光がイズキへと集まり、彼女を照らし、えひよこ、いえ大丈夫です、行きます。ひよこがそう言った途端に、イズキの体から、あ、敵、こんな感じなんじゃ、いやこんな感じなんじゃって見たことはあるんやけど、こんな感じで出てくるんじゃ。黒いモヤモヤの塊が飛び出していた。小鳥、うん、小鳥は右手を地面と平行に構える。水平に生み出された光は刃の形を飾っていく。それは今で見たものとはまた違う色を宿している。本当やで。最初水色だったのに突然赤になって、しまいにはなんつうか白、完全に光っぽい蛍みたいな感じの光が周りに飛んで、何これ、どういう色の変わり方なの。そして今まで一番綺麗に輝いていた。先手必勝と言わんばかり、敵は小鳥へと突進してくる。一戦、無駄な動きない華麗な人たちが敵を真っ二つに切り裂いた。断末魔を上げることもなく、敵はそのまま無惨していく。おい、どうだったんだ。やったんだよ。あ、そっか、見えないんだよね。見えんのかい。あ、これ全員には見えんのか。そうかそうか、そういやそうだったな。歩はなんか見えたんだったよな、なんか知らんけど見えたようなことを言うたんよな。勝ったよ、ひよこと小鳥が勝った。そっか。
小鳥を惑っていた光が刃と共に消えていく。やりました、やりました。喜んだ勢いでひよこは小鳥に飛びついた。わあ、そのまま体勢を崩し、二人は地面に尻餅をつく。俺も俺もって飛びついてきたよ、このゲームに俺がおったら。でさ、何してんのよあんたたちって、イズキに、元に戻ったイズキにぶられるんな、はたかれるんな。いた、痛い、なんだこいつら。完全に元戻ったで、目が、目の感じ。イズキは目を覚まし体を起こす。その姿にさっきまでの力の抜けた様子はない。大きく息を吸って吐き出したイズキはゆっくり立ち上がってアイムの元へと歩き出す。イズキ、アイム途中なんでしょ、ほら続き続き。え、いやでも今日完成させなくてもいいから、ちょっとだけアイムが絵を描いているところ私に見せて。アイム何、えって感じの顔してんの。イズキはさ、これまでさ、お前の絵描かんことを気にしとってくれたんやで、思ってくれたんやで。今さらそんな顔はないやろ。しぶしぶアイムは、なんでしぶしぶなんや。アイムは椅子に腰掛けて筆を手に持った。みんなからじろじろ見られているのが恥ずかしいのか、何度も筆を止めてははぁ、あ、とため息を吐き出す。あ、そうか、歩む絵を描かれるとこが見られるのが恥ずかしいのか、そうか、シャイだったのか、お前意外と。なあ、聞いてもらえるか、母さんも。俺が絵を描かなくなった理由。ほ、歩むはキャンバスの方を見つめ続け、こっちには背を向けたままそう言って話を始めた。何なんだろう。絵を描くたびに父さんを思い出して辛くなる。それは確かにあるんだけど、うん、中学3年生やけんそんなもんじゃないの。でも本当はそれだけじゃないんだ。何なん。父さんはここで最後の1枚を描いたんだけど、あれ最後の1枚だったんだ。俺はその絵を見た瞬間、一生追いつけないと思った。中学に上がりたての子供が自分の才能に見切りをつけるのなんて早すぎるかもしれないけどさ、俺は生まれてからずっと父さんの絵をと自分の絵を見てきたから、最後の一枚を見た時にどうしてもそう思ってしまったんだ。ああ、自分の父親のあの偉大さに触れてしまって、自分の実力がじゃあ到底追いつけないって思ってしまったんだな。あのプロ野球選手の父親とか思っとったら、息子がそれにそういう感じになれるように頑張るけどダメだったみたいな、メジャーセカンドみたいな話になってきたんや。そういうことなんだ。歩夢は震えまじりの声で話を続けていく。でも今日こうしてまた真剣な気持ちで筆を持って、久しぶりすぎてああどうだったかななんて思いながら書き続けてさ、そしたらだんだん楽しくなってきて、てかさ、今回さ、こんな感じのいい絵がだんだんできてさ、サムネどうしようかなって迷うレベルになってきたんやけど。はあ、もちろんうまくいかなくてイライラしたり破り捨ててもなったくりするんだけどさ、でもやっぱり楽しくて、そっか、絵を描くってそういうことなんだなって。追いつけない、追い越せない、そういうのじゃなくてさ、楽しいから描いてたんだなってようやく思い出して、だからゆずきには俺を言いたいんだ。俺がまた絵を描くきっかけを作ってくれてありがとう。本当に本当にありがとう。イズキもアイムも肩を揺らしながら鼻をすすっている。こっちこそ私のために描いてくれてありがとう。私アイムの絵が大好きだよ。みんな穏やかな声で二人のやりとりを見守っていた。
俺、書くよ。ちゃんと完成させる。それで、これからも絵を描き続けるよ。うん、これ、それがいいと思う。歩は立ち上がり、思いっきり背伸びする。そして振り返りながら、歩はこっちに顔を向けた。イーナさん。え？私？父さんはこの場所から落ちて死にました。父さんが敵とかいうものに取り憑かれていたかどうかは分かりません。でも父さんがある時期を境に怖い絵ばかり描くようになっておかしくなっていたのは事実です。アイムが好きなわけではない。ちょっと俺もそれ頭の中で思い浮かべたよ。アイムの絵が好き、でもアイムは好きではない。暗い現実だな。でもね、今日ここで絵を描いていて朝日を浴びて思ったんです。父さんはきっと自殺なんかじゃない。心に闇が救ったままであの絵を描けるとは思えないから。だから俺は父さんは事故死だったんだって信じることにしました。本当のところはどうかわからないけど、でも俺は自信を持って言います。父さんは勝ったんだって。人知れず戦い続けて、そして闇に打ち勝ったんだって。俺が言いたいのはそれだけです。はーす。イーナさんはしばらく黙り続けていた。汚染度の高い人間が敵を克服した事例なんてきっと今までなかったはずだ。でもきっとそうだろう。私もそう思う。イーナさんは笑ってそう言った。イーナさんのちゃんとした笑顔を久しぶりに見ましたけど。ああ。けどね、視聴者さんの半分以上ぐらいはさ、おっぱいに目が行くからね。イーナさんそこだけは、現実として受け止めてね。はい。パッと頭を下げ、アイムはまた椅子に腰掛ける。イーゼルに向かい、ヨーヨーでいいんかな。筆を走らせる。イズキはまだ泣いていて、アイムのお母さんも泣いていた。ねえ、リョウスケ。いつまにか小鳥が僕の横にいる。わっ、いつまにか横にいてな。あ、小鳥ちゃん、そういうのやめてくれない？好きになっちゃうから。よかったね。本当によかった。うん、そうだね。プロテインだね。太陽はすっかり海から顔を出し、今日もじじじと棒たちを焼き続ける。光の中でアイムは絵を描き続ける。そのせいを、イズキはいつまでも、メモっていた。何このいい話。はぁ、気づいたらいるとか怖い。いや、小鳥ちゃん、ちょっとさ、そういう、幽霊みたいなところあるけどな、たまに。それにしてもいい話やな、これ。なんか、クラナドとか、そういう、キーが書いた、キーの作品みたいな感じになってきたんで、これ。いい作品に巡り合った。Continue to the next chapter。 まだ続くんじゃ。こんだけいい話だったのにまだ続くんじゃ。絶対これまだ終わらんぞ。結構まだ10パートぐらい使うぞこれ。48とかで終わるんがまだ甘いかとかいうレベルやな。そして暗い世界、久しぶりってほどでもないんか。5パートぐらい、6パートぐらい前にやったんかな。私はいつの間にか生まれ、いつの間にかここにいた。そしてずっとここで考え続け、試し続ける。リセットシステムが提示する方法を。それが私の生まれた理由で、私の生きる意味だった。個体名称はテトラ。4という数字を意味する王のものの3体目のクローン。え、3体目？ああ、4人目の王のって意味で4という数字が付けられたんだ。ああ、テトラって4、何語なん？ロシア語？ドイツ？モノ本人から数え、デュオ、トリ、私。トリって3って意味なんこれ。人類が笹島病を発見したのは、西暦2027年。だいぶ前やね、だいぶ後やないか。2027年。ナーブギアができとるとかそういう年じゃないのか。ソードアートオンラインじゃないのか。そんくらいじゃないのか。
当時の科学ではそれを 解決する術はなく、人類は死滅の一途をたどっていた。解決する方法はないなら、その方法を見つけるための時間を確保すればいい。そう考えた者が作り出したのが人類不死化計画リセットシステムである。ああ、ってことは解決策を見つけるまでみんなには眠ってもらおうってことなのか。だから眠らせとんか、不死化装置。コードスリープとかで眠らさせた、させたら、てか眠らさせたらもう死ぬことはないよっていう言いたいんか。物はリセットシステム生息の傍ら、さすじめ病を解決する策として自身のクローンを作り研究させることにした。そうして生まれたのがデュオとトリだ。2046年、めっちゃ飛んだやん。2046年って SF の話みたい。いや SF やなこれ、完全に SF やなこれ。2046年、あとでちょっとヤフーで調べてみようから、2046年何があったかとか。リセットシステムの起動のともに人類は不死化を果たす。永遠の時間を手にした人類はデュオとトリの研究の成果によりササジマ病を克服した。克服できたんじゃ。え、できたん。じゃあ何でもな、寝たきりになったんこれ。あとはリセットシステムを停止すればササジマ病蔓延以前の生活が戻ってくる。誰もがそう思っていた。しかしそうはならなかった。システムが停止しない、ダメやないかーい。いや、一問ササジマ病終わっとんやな。終わったんやけど、なんかそのコム、それとはまた別の問題で言ってしまったんかいな。ダメやん。作り出したものを本人でさえ、原因は分からず、解決策も分からない。そうこうしているうちに感情の減退現象が起こり、眠り病という新たな問題が発生した。え？ああ、リセットシステムが眠らせるやつじゃなくて、眠り病って新しいやつが出てきて眠っとんじゃ。この眠り病によって眠ってしまった人間はもう二度と目覚めることがなかった。さらにヤバいのが出てきたってことか。症状はまたたたくまでに広がっていく。起きている人間の方が少なくなった頃、ようやく私は生み出された。二人で足らんようになったんか。何としてもリセットシステムを停止させるために。はあ、そんなにヤバい状態だったんだこっちの暗い世界は。私がデュオとトリと異なる点は、リセットシステムが稼働してから生まれたというところ。だから、デュオもトリも、システム停止を成し得るのはあなただけだと、よく私に言い聞かせる。リセットシステムの対象外なんやけんか？でも、いくら研究したところで、一向に解決策が見つからない。ものは私が生まれた時には、もう眠ってしまっていた。いずれデュオもトリも眠ってしまうことだろう。私はどうなのだろう。この世のすべてが人間が眠ってしまった中で、私は一人それでも戦い続けたのだろうか。永遠の時間の中で。すごい宿命つけられとんじゃテドラって。思い出した。何これ、なんかのアニメでやったぞこんな感じ。思い出したって言うてさ、思い出すたびにどんどん強くなる主人公がおるやつあるんぞ。なんで名前だったっけそのアニメ。自分の思えた意味、やらないといけないこと。そう、宙に浮くデバイスに私はパスコードを入力する。懐かしい。表示された情報を見つめていると思わずそんな声が出た。え、うん、どうかしたかい。うん、管理データベースの中に見覚えのないデータが存在してる。え、何。デバイスを操りデータを開いてみた。スパイウェアとかじゃないんか、スパイウェアとか。そうしたら乗っ取りとかあるぞお前、やめとけお前。え、テトラ久しぶりね。聞き覚えのある懐かしい声が聞こえてきた。誰だけ様は。トリ3人目。そう、これはトリの声だ。この音声をあなたが聞いているとき、きっともう私は眠っていることでしょう。何この定番のメッセージ。これを見ているとき、もう私は死んでるでしょうみたいなことを言いやがって。あなたの記憶を一時的に消したり、
あなたのカプセルの外へ転送したのは私。あ、いつの間にかコメント聞とったら妖怪ウォッチって、何に対して妖怪ウォッチって言うたんだろう、この人。あ、ピーって言うたんけ。ピーって言うたやつが。なぜ私がそうしたかわかるかしら？わからないんです。わかればそれで、わかれば苦労しないんだよ。そしてわからないまま終わる、そんなのは嫌だ。ほら、手伝うなんてわかってない。カプセルの中にいたあなたは機械と言っても過言ではない。ただ、やりと言われたことを繰り返しているだけの、そんな子だったわ。でも、外にいてたあなたは、たくさんの経験を積み、たくさんの思い出をいただいたはず。こんな終わりに向かう世界の中で、もし、生きる喜びや悲しみを覚えることができたのなら、そんなあなただったら、もしかしたら、新たな道を開くことができるかもしれない。デトラ、世界を動かすことができるのは、きっとあなただけ。眠ってしまった人を目覚めさせることができるのも、きっとあなただけ。私はもう、あなたを支えてあげることはできないけど、でも、信じているわ。あなたならできる。だから、頑張って。諦めないで。突然のまやむき。音声が悩み。沈黙が戻る。葵。うん。私、絶対に取り返すよ。アイリも、サエも、エイも、みんなみんな。私が絶対に目覚めさせる。というところで、今回はこの辺で、ロードじゃないわだ。というわけで、今回はこの辺で、さて、イズキ救出して暗い世界も進展を迎え、多分、リョウスケたちの世界も新しい展開に向かいます。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。終了。バリバリギリギリだった。バリバリギリギリだった。イズキを救出することに成功し、アイムがエニに対して向き合うことを決心しました。身内がさらわれるくらいやけんね、そろそろこのゲームも終盤じゃないかなと思っとったけども、な、続きます。そういえば一つだけできてないことあったなって思ったね。小鳥ちゃんの攻略。